吉文貝塚改藻見学施設領分貝塚は、千葉県香取市貝塚に所在する、縄文時代後期の貝塚。国の史跡に指定されている。吉文貝塚と根川下流域で、最大規模の貝塚で、標高約40メートルの下宇佐大地に立地し、東西約250メートル、南北約100メートルの範囲に、次回のうち、羽のうち、大畑。 エノキアなどの地域の大小9カ所に分布する海塚群の総称である。1930年2月に国の史跡に指定された。なお、吉文とはこの地区の市町村合併以前の旧村名である。1929年代千島絵学研究所により発掘調査され、縄文時代後期前容から中曜にかけての時を、はじめ、土偶、 数の聖戦闘機などの遺物が発見された。海藻は約30から120センチメートルの厚さで、ハマグリが最も多く、潮吹き、オキシジミ、アカニシが次カガミガイ、サルボウ、ツメタガイなどである。出土した有機体遺物はハマグリ、アサリ、オキシジミを中心とする貝類、アカエイ、サメやスズキ、クロタイ、フグ類などの魚類、サル、イノシシ、 日本自家が多く、犬、イルカ、クジラなどの哺乳類などの骨で厚さ3メートルを超す階層も見られる。また、コーロ型顔面付け土器は、国内でも類例が少ない、貴重なものである。土器は、縄文時代中期全容のものが少し、後期堀りの内式、カソリビー式土器が主体で、堀りの内数式が土器が多い。その他、早期、石、骨製、ヤス、 会話などが出土している。海塚が標高40メートルの台地に群衆していることから当時の気候は現在よりも温暖で海水面が高かったと考えられている。ありがとうございます。